せーの、ジャニー、ジャニー、ラブだよ、ラブだよ。どうもジャニーちゃんです。どうもジャニー君です。スノーマンの最近の目撃情報を12個お伝えします。うん、やっていこう。目黒くんがプライベートで目撃されました。なんと。他にもスノーマンがプライベートで行った飲食店も3店舗特定されています。うん、3店舗も？それは楽しみだね。行ってみよう。まずは12月10日日曜日、宮舘涼太くんが恵比寿高級中華そばすずらんにプライベートで出没しました。おー、宮舘くんが自身のインスタグラムストーリーにワンタンが乗った特徴的なラーメンを投稿。あったあった。うん、すぐに恵比寿すずらんのチャーシューワンタン麺と特定されました。 お値段驚愕の1杯3850円。めちゃめちゃ高いですよね。どういうお店なんだいここは。スノタンからも驚きの声が上がっています。うん、そうだよね。伊達さんのストーリーのラーメン3800円もした。さすがにラーメン3800円は庶民に出せない。3800円？3850円？高すぎ。どっちなんだいどっちなんだい。庶民の私には驚きの値段、うん、めっちゃ高級、すごいねという声が上がっています。うん、まあ、みんな特定するのもすごいよね。すごい、国王はラーメン3850円かいなさすが国王です。さすがやね。では実際のお店の場所を Google マップで見てみよう。うん、はい、こちらズドン ですね。うん、そう、恵比寿駅がここにあって、はいはい、はい、でここですね。うん、お店の場所はね、ここね。はいはいはい、ではこの辺にピューンとお願いします。はい、行ってみましょう。やったらドンタコースですね。ここの通りが駅前の大通りですね。伊達さんの行ったダメよ、どこだで駅に背を向けてまっすぐちょっと進んでみましょう。はい、ここですね。どんどんピューンとで右の方向いてください。ここです。これです。これです。これ、これです、ね、分かりづらいでしょう。多分なんかある。そうそうそう、ここね、今ね多分店が閉まってる時間なんだよね多分ね。うん、恵比寿フロントビル。そうそう、ここの1階です。めっちゃ詰め悪い。普通に大通り沿いにあります。へえ。でね、いやめっちゃ評価低いで。そうそうそう、1.7。超面白くて、 お店の口コミを見てみたら、うん、メニューを見てびっくり、ラーメンやチャーハンはほとんどが3000円超え、うん、外には看板は出ているけど値段が書いていない。書いてないの？入ってから値段が分かって高って。めっちゃやばいやん。そうそう、やばい店ちょっと、金を持ってる人にはへつらい、持ってない人には恫喝する根本的におかしいのがいるラーメン屋って書いてある。やばいやばい。伊達さんどんなとこ行って、まあ、伊達さんはお金は持ってらっしゃるからね。醤油ラーメンが1杯1万円取られた。えやばいやばやばいやばい。こんなところで目撃があるんだ。そう、すごいね。目撃というか自分でここのラーメンを伊達さんが乗せてた。へ、うん、うん、知り合いがランチでハマグリラーメンを頼んだ人が8000円請求されましたってやばい大丈夫か。伊達さんは、 ここを知ってて行ったのかな。そう、ここね前ね、うん、今年の4月にラビットでもおすすめしてたらしい。一体どういうお店なんだろうね。ねえ、面白いですね。不思議なお店だね。さすが恵比寿ですね。さすが伊達様だ ね、 で、うん、実際に、うん、もうすでに伊達様たんが、はい、まあ、伊達ファンが押し寄せています。最高じゃん。行った人のね、そうだね、行った人の X を見てみます。すごすぎる。伊達様の召し上がったラーメン食べに行ったら、うん、偶然他の伊達タンさんもいらっしゃってたと行ってみたら隣の席も伊達タンだったと。うわー、すごいな。隣の方も伊達タンさんだった。うん、でお友達と言ったら2人で7700円だったけど、伊達様が召し上がったのなら清水の舞台から飛び降りる覚悟で行ったと、うん、いいのか、ね、店員さんに宮舘涼太さんが座った席はどこですかと聞いたけど、お店の人はいつ来たか知らないらしく、うん、知らんのかい、この辺りじゃないかなと適当に言ってましたとすごいけどさ、これいいのかね。こういうお店をのさばらせちゃうんじゃないそうだね、宮舘さんが行ったらね。確かに。へえ、お菓子のお店があるもんだね。面白いですね、本当に面白い。はい、それでは次の目撃情報へ、レッツラドンタコース
なんだここは。12月14日木曜日、渡辺翔太くんが茨城県つくば駅とバス乗り場つくばセンターで目撃されました。ドラマ「先生さようなら」の撮影をしていて、渡辺くんは眼鏡をかけていたそうです。ドラマの撮影の目撃情報ね。はい。休憩中にはコーヒーを持って周辺を歩いていたそうです。実際に目撃した人は、撮影中はガードされていて近づけなかったけど、撮影終わりに手を振ってくれました、やはり優しい人なんだと思った、余裕もある、ね、手を振ってもらえたとすごいね、嬉しいよね。優しい人なんだね、チョッピーって ね、そしてこの情報を見たスノタンからは、ドラマ茨城で撮ってるんだ、日帰りだろうし大変そう、という声が上がっています。この日以外にも渡辺くんのドラマ撮影が何回か目撃されています。本格的にね、撮ってらっしゃるんですね。11月くらいにドラマ撮影しているショッピーに遭遇。羨ましい。手も振り返してくれて優しかったと。優しいんだね。この時もね、この時も手を振り返してくれたと。優しいね。ね、優しいね。12月11日渡辺翔太くんに遭遇しました、という情報もありました。ショッピーはね、手を振ってくれるみたいだね。ねー、すごいね。大変だよね。ただでさえさ、緊張して撮影してるのにさ、なんかリアクションをね、ファンから求められるのってそうだよね。本当に大変だよね。セリフだって飛んじゃうよね。ね、これでさ、なんか不愛想にしてたらさ、ね、ワンちゃん不愛想だったって言われちゃうわけでしょ。ね、大変な職業ですね。はい、それでは次の目撃情報へレッツラドンタコースシュイン。10月か11月頃、岩本光くんが西麻布松坂牛炭火焼肉東海亭にプライベートで出没しました。セクシーゾーンの中島健人くん、そしてウエストの重岡大毅くんと3人で行っていました。フェイタス組プラス中島健人くん、ねー、へー、健人くんもなんや。ね、映画で共演して仲良くなった3人ですね。何の映画や、なんだっけ、忘れちゃった。3人それぞれが SNS で報告しました。赤ワインを飲んで焼肉を食べたそうです、珍しいね、ひーくんもお酒飲むんだね。ね、投稿された写真から、西麻布にある松坂牛炭火焼肉東海亭だと特定されています。高そう、ね、松坂牛って読むんだよね、最近ね。あ、松坂牛か、どっちなんだろう ね、ではどんなところにあるのか、Google マップで見てみましょう。シュイン、こちらドゥルンドゥルンドン。まずですね、ここが六本木ですよね。六本ですね。でそこからちょっと行くと、この辺が六本木ヒルズですね。でここが西麻布の交差点がここですね。ここね、じゃあこの辺に飛ばしてみましょう。はい、西麻布の交差点というのはどういうとこなんでしょうね。こちら、はい、ゴンパチの方に向いてほしいな、はい、反対か、こちらですね。なんか工事中なんでよくわからないですけどね。こちらですね。そうそう、ここまっすぐ行くともうちょっとだ、もうちょっとまっすぐ。ここどこだ、ファミマがあるところかな。ゴンパチがこの辺にあるんですね、でまっすぐ行って、そう、西麻布の大きい交差点から今ちょっとだけ歩いたところで、今右向いてください。あ、あるある、これです。あ、知ってる、ここです。何ここ、めっちゃ有名なとこやん。あ、そうなの。東海亭という焼肉屋さんです。で3人はね、ちょうどこの店の前、この辺で写真を撮っていました。ここよく通るよね、西麻布行くんだったら ね、西麻布の交差点から本当に徒歩5分ぐらいだね、でお店の口コミを見てみると、予算は1人1万5000円くらい。へー、そこまで。そうそう、西麻布にしてはコスパが良さそう、で2階は完全個室でプライベート空間で楽しめると。なるほどね。そして西麻布っぽさのある洗練された空間で松坂牛を堪能できる。焼肉屋という表現が失礼かなと思えるおしゃれな佇まい。ほんまやね、ね、おしゃれ、知らなかった。西麻布ということで、周囲の客席から漏れ聞こえてくる会話の内容は立地を反映している様子でした、ということでね、業界人的な人も結構いるみたいですね。なんかこの辺不動産屋のオーナーも多いから、なんか賃貸のなんか
入る入らないとかそういう話してるおっさんも多いけどね。なるほどね、うん、まあそっか、2階の個室だったら芸能関係の人が多いのかな。そうね、うん、そしてこちらも同様に3人のファンが押し寄せています。行った人はね、ケンシゲヒーの場所で写真撮って焼肉食べてきちゃった、と。そうそう、3人のことをケンシゲヒーと言いますね。面白い、ね、名前だ ね、 ね、うん、ケンシゲヒーの焼肉屋と写真の場所特定したけど、うん、ホタテ4粒で1600円の食べてた、と、うん、なんか高いんだか普通なんだかよくわかんない値段だね、まあ、高いんでしょうね。高いだろうね、うん、ケンシゲヒーのスリーショットの場所からの焼肉行ってきた、と、うん、もう皆さんフットワークが軽くてね、うん、ファンの人はもうこちら行っているようです、うん、やっぱり個室があるお店に行くんですね。そうだよね、話してる内容もね、うん、全部記事になっちゃうもんね、うん、聞かれたら、うん、なんかそこまで隠れ家っていう感じのお店ではないからね、結構意外でしたね。だって結構大通り沿いにね、うん、あるもんね。そうだね、うん、へえ、さあ、それでは次の目撃情報へレッツラゴー。こちらシュイン、お、12月9日土曜日の夕方、佐久間大介くんが東京ドームで目撃されました、うん、さっくんや異次元フェスアイドルマスター、うん、ラブライブ歌合戦を見に行っていました。佐久間くんらしいですね。17時開演の会です、うん、グッズ売り場でペンライトとトートバッグとタオルと T シャツを買っていたそうです。ほんまもんや、ほんまもんのファンだ、さっくんが ね、不思議な人だね、さっくんも ね、うん、ペンライトを振ったり、うん、双眼鏡も使っていたそうです、たま、ね、そうで面白いのがたまに思い出したようにバケットハットをかぶっていて可愛かったそうです。ピンク髪を隠そうとしてたのかな。そうそう、たまに思い出したようにかぶっていた。すごい ね、 自分でもドームをさ満員にするアーティストの人がさ、確かに、ね、こういうアイマスとかの ね三次元キャラなのかな。どうなのかね、あ、あれじゃない、うん、そのラブライブに、うん、の声優さんたちが実際にこう可愛い格好して出てくるやつだよね。えらいね、ちゃんと行くんだから ね、勉強しに行ってるってことだよ ね、まあ、趣味と実益を兼ねて。そうだろう ね。そしてこの目撃情報に対してスノタンも大盛り上がりしています。オタクすぎる無理爆 笑、 佐久間くんの遭遇情報常にこれ系で楽しい。本当だよね、絶対いそうだなと思ったらガチでいたのか、うん、やっぱいますよね、絶対いるだろうなと友達と話してたら案の定いた。コミケに参戦、今回はラブライブにも参戦と、うん、この行動力は本当にすごい、ね、すごいね。佐久間と遭遇するの簡単なんじゃねえかとも思えてくる。確かに目立つし ね、どんなに売れっ子になってもグッズ並んで買うの、うん、オタクの鏡だな。本当だね、買った T シャツスノーマンの YouTube で見れそ う、時々我に返ってバケハかぶるのおもろかわいすぎるという声が上がっています。なんかね、最近だとビジネスオタクみたいな人って芸能界に多いけど、サクはもうガチだ ね、 本当にガチだね、本当に好きなんだね。さすがにこんないけないよね、ビジネスでね。いけないということで、佐久間くんはコミックマーケット、うん、通称コミケと、うん、ラブライブのコンサートには出没しがちです。しがち。ファンの方はね、行ってみるといいかもしれませんね。ね、案外佐久間さんの方は来てないような口ぶりですよね。ね、口コミ見ると ね、そうだね。本当のオタの方々が、おお、佐久間いるでみたいな。そう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 。はい、それでは次の目撃情報へ、レッツゴー。次は何じゃ、おお、これは12月8日金曜日、うん、岩本ひかるくん、深澤達也くん、宮舘涼太くんの3人が東京帝国劇場で目撃されました。 ABCZ の主演舞台、うん、ABC ザスター劇場2023の夜公演を見学していました。お、舞台観覧に行かれたんですね、うんうんうん、この舞台は12月7日が初日だったので、うん、開幕してすぐ2日目に3人で行ったようです。うーん、ABCD の河合くんが客席降りで深澤くんにかまっていたそうです。スノーマンの曲の時に深澤くんが一緒に踊っていたそうです。あ、そっか、スノーマンの曲を使ってくれてるからっていうようなっていうことと、多分河合くんがラストの公演だからっていうのも、うん、お世話になってるからね、抜けちゃうからっていうことか。そう偉いね、ちゃんとこういうタイミングで ね先輩の舞台を見に行くんだもんね。偉いね、うん、そして実際に目撃した人は、うん、
3人はステージから見て左の上手側、うん、後ろのガラス席で見学と、うんうんうん、でガラス席って何、うん、と思ったら多分これですね、うん、ポン、なんか今このここ、あ、はい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 、ここありますよね、なんか一番後ろにガラス、うんうんうん、なんかよく芸能人がここで見てるという、そうなんだ、ね、初めて知ったけど、ね、噂があるけど、あ、そうなんだね、うん、で多分ここのことだよね、うん、ちょうど上手側だし、そうだろう ね、 ね、ここに多分3人の顔がポンポンポンってあったのかなと、うん、逆に目立っちゃう説まであるねあるね、そしたらみんな後ろ向いてちゃうよね、そう、あ、ね、そう、実際にねめっちゃ目立ってたみたいで多くの観客に目撃されています。じゃあレポを読んできますね、うん、端から深澤、宮舘、岩本の順で座ってた、うん、海老座行ってきたんですが、まさかの見学岩深舘、うん、ブラザービート踊る深澤さんを見て、うん、さらに出口で3人とすれ違った、近くで見てしまったと、うんうんうん、なんかよく出口ですれ違ったっていう人多いよね、じゃあこのガラスのところでブラザービートをあ、そうね、そういうこと、うん、立って踊ってたってことかね、かわいい、かわいいね、うん、フッカブラザービートで立ち上がって踊ってた、うん、ER 算数のところでオレオレってやってたけど、うん、そこ ABCD の誰も歌わないから、うん、おい歌えようみたいなジェスチャーしてた、うんうん、メイクイットホットの時は深岩深立てで、おお振付師が踊るよって感じで笑ってたと、あ、そっかそっか、 ABCD の五関くんがメイクイットホットを振付してくれたからね、うん、そして客席折り1回目終盤に河合くんが見学席を指差し、深澤くんに手、深澤くんは手を振って反応、なるほど ね、 ね、これがフッカをいじってた的な目撃情報につながるわけ ね、 そうそうそうね、 ね、 なるほどね、河合さんと深澤さんがガラス越しにめちゃくちゃ喋ってて受けた、深澤くんが河合くんにステージ行けみたいなやり取りしてた、河合くんはフルシカとしてましたと仲いい感じがね、なるほどね、ガラス越しっていうとなんか刑務所の面談みたいな印象があるそういうことなんだ ね、 だね、ガラス越しっていうのは ね、 ね、うん、結構な距離をこう話してらっしゃるね、ここここまで来たんだ ね、 ね、 ね、うん、そしてブラザービートの時、うん、深澤岩本伊達様が盛り上がってたんだけど、うん、深澤が一緒にノリノリで踊ってたと、うん、みんな見てたんだね、みんな後ろを向いてたそうだね、深澤くんが俺たちの曲と言わんばかりに自分を指差しながら立ってノリノリで踊ってた、うんうんうん、なるほどね、うん、深澤くんはメイキッドホットはノリノリ、うん、花言葉はうなずきながら聞いてた、うん、みんな深澤くん見てる、ね、どうなんだろうね、舞台立ってるものとしては後ろを向かれるのってちょっと嫌、ね、でもあったりするんだろうねそうだよね、なかなかでもまあしょうがないよね、スノーマン3人が来ちゃうとね、そうだね、だからおいそれとそんなには見学には行けないよって話でもあるかもしれない、うんうんうん、ね、そっか、そういう事情があるんだ、ね、大変だな人気者は ね、 ね、見に行けば行ったで文句言われ、行かなきゃ来ないと文句言われるみたいな、あ、確かに確かに、ね、目立ちすぎだとね言われちゃうね、人気者のジレンマです ね、 ね、大変だな、うん、それでは次の目撃情報へレッツラッゴー、次は何じゃ、おお綺麗やね、うん、11月11日、うん、向井康二くんが六本木にプライベートで出没しました。六本木かいな、向井くんが自分のブログにアップした自撮り写真の背景から、うんうん、今写っている六本木欅坂ミュージアム前だと特定されています。欅坂やねこれは、うん、今画面に写ってる写真の右側の方の通路にいました、うんうん、向井くんのブログによると、うんうん、トラビスジャパンの中村海人と串カツを食べに行った、食べた後お腹いっぱいだったから 歩いてたらイルミネーションが綺麗だったから2人で自撮りをしたということです。ということは夜夕食を食べてっていうことかな。そう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 、で多分、うん、まあ六本木ら辺で食べてて、うん、お腹いっぱいだからちょっと歩いてたら、あ、イルミネーション綺麗やん、撮ろうよみたいな感じで、ちょうど今写真に写ってる右側ら辺で撮ってたと。やっぱり向井くん串カツ好きなのかな、大阪の人だからね。あー、なるほどね、好きなんかもね。うーん、でですね、ここにも早速向井ファンが押し寄せています、うん、毎度のね定番だね。
コウジとカイトが写真撮ったとこ特定したのでバミったっていう、うん、この通路にねバミるってさ、なんか業界用語でテープでさ、うん、バッテン立ち位置をそうだ、ね、あるじゃん、うん、バミってる人がいました。じゃあ今行けばそのバミりがあるあるかもしれない。コウジくんがウミンチュとツーショット撮ってた場所でイルミネーション見てきたと、コウジとはみんな言っています。そういえばトラジャの中村海斗くんと向井くんは仲がいいんだね、うん、ね、なんか、うん、ドッキリグランプリではね、誰だっけ、うん、トラビスジャパンの出てたよ中村海、ね、その時にねこの時の話をしてたみたい。 そうなんだね。もしかしたら初めて2人でご飯に行ったぐらいな感じかもしれない、うん、あのそうなんだね、そうそう、放課後ゲーミングライフで仲良くなったみたい、うん、あそうなんだ、ね、結構トラジャとの絡みもなんか増えてきそうで、そうだ ね、楽しみだね、うんうん、両方やっぱりダンスが上手いグループだから、ね、話も合うのかもしれない ね、うん、で今映ってるのが欅坂という場所なんですけど、うん、綺麗だね、そう、ここは芸能人出没スポットとして有名です。あ、そうなの？あのテレ朝がね、テレ朝の本社があるので、かなり芸能人が多いです。もう普通に歩いてるらしいです。あ、そうなんだ。下にねスタバも大きいのがあるから、そう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 、そこに寄ってるのかもしれない、ね、そう、欅坂のねスターバックスは特に一日いれば一人は芸能人が見れる場所として有名ですよ、うん、では、はい、それでは次の目撃情報へレッツゴー。チュイン、お、なんだ、良さげな焼肉かなこれ。そうです、11月頃渡辺翔太くんが恵比寿にある焼肉屋金丹にプライベートで出没しました。渡辺くんが自身のインスタグラムに焼肉店で食事をしている様子を投稿、うんうん、特徴的な内装からすぐにお店が特定されました。ショッピーの焼肉は恵比寿の金丹だな、金丹、インスタストーリーめっちゃ恵比寿の金丹ということでね、スノタンさんよく知ってますね、うん、お店を。でここもどんなお店か、はい、Google マップで見てみましょう。はい、こちら、でーん、おー、で恵比寿駅から、うん、まあ歩いて10分ぐらいの場所かな、すぐ、ね、うん、ね、では、うん、恵比寿駅の大通り、この辺に飛びますかね、うん、はい、ドゥーンと、ドゥーンと、ここがね恵比寿駅の大通りです。これどっちだろう、うん、こっちだから、ね、あ、そうだね、そうそうそう、こっちだ、あ、で、ね、ちょうどそう、そこだね、うん、このね、この脇を入っていくと、そうそうそう、うん、そうそうそう、ここですね、そこです、その大通りから一個道を曲がって、はい、こちら入っていただきまして、道案内進していただきます。うん、仙骨、はい、もう少し前ですね、ですね、ここ和牛丸というところを越えまして、ビジネスホテルの前にあるのがこちら焼肉屋金丹、はい、金丹、おしゃれな ね、 ね、そう、おしゃれなビルだね、めっちゃワイングラスがありますねこのお店の予算は、うん、夜で8000円から1万円、お、恵比寿という土地柄もあってか、うん、店内はほとんどが女子会かカップルと、あ、そうね、よくそんなところに行ったね、うん、と確かに騒がれそうだね、もうスノタンの巣窟みたいな場所ですかね、そうそう、うん、しかもね、うん、個室ではないところで食べている写真を載せてました、すごい ね、 ね、うん、おしゃれな店内どれも美味しいとお店の口コミに書いてあります、うんうんうん、おしゃれやね、結構広めの席で ね、うん、ねいい ね、 ね、ほんまかいな、ここでいや本当にそう、うん、本当に食べてた、そしてここにも渡辺タンが押し寄せています、うん、押し寄せてね金タン行ってきた、うん、時短と同じもの食べれるって幸せだよ ね、 そうやね、確かにね、うん、金タン行ってきました、うん、と皆さん行ってみているようです、うーん、なんかねこれ数年前にキスマイの千賀くんもなんかここのメニューこれが美味しいみたいに紹介してたっぽい、なんか X で出てきた、うんうんうん、あれ確かショッピーと千賀くんは、そうそう、めちゃめちゃ仲いいよね、山梨の、ね、農家さんに一緒にいたんだっけ、あ、それは千賀くんはたまたまいなかったんだけど、まあ、千賀軍団と呼ばれているから、そう、一緒にね御殿場アウトレットも最近行ったりしてましたね、うんうんうん、そうか、ショッピーは千賀軍団だねそうそうそう、うん、はい、それでは次の目撃情報へレッツゴー。お、また12月4日月曜日、宮舘涼太くんが東京ドームで目撃されました、うん、3代目 JSOULBROTHERS のライブを見に来ていました、うん、宮舘くんは流星をノリノリで踊っていたそうです、
この目撃情報を見たスノタンからはこんな声が上がっています、うん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 、宮舘くんと山田涼介くんと木村拓哉さんも今日見に行ってて豪華すぎるとね、芸能人がねいっぱい見に来ていた日でした。で、伊達さんは3代目の誰と仲がいいんだろう、うん、伊達さん謎に交友関係広いからなと ね、誰なんだろう ね、写真はね、オミ君っていうボーカルの人と写真撮ってたよ ね、うん、それすので共演したつながりで行ったのかなと、うん、いう声が上がっていました。さすがに収録前だよねこれね、4日だからね。どうだっけ、確かあれ、うん、確かにダンス対決最初に放送されたのいつだろう、うん、収録後かな、ね、1ヶ月前ぐらいには収録されてるから、うんうんうん、まあ、放送前ではあったよね絶対ね、放送前ではあるね、うんうん、はい、それでは次の目撃情報へレッツゴー。シュイン。12月上旬、岩本ひかるくんが大阪松竹座で目撃されました、うん、おー珍しい ね、うん、ね、12月11日の岩本くんのブログでこう報告がありました、はい、うん、先日ストーンズ京本大我の主演ミュージカルを見に行ってきた。大我、うん、のやってる作品見たかったから大阪まで行ってきました、うん、素晴らしかった、うん、と岩本くんが報告。わざわざ大阪まで足を運んだようです。わざわざ、ね、うん、そしてスノタンの間でこの行動が話題に、うん、ヒー君大阪来すぎじゃない、あれジェシーのミュージカルも、うん、4U のライブも大阪行ってるやん、えらいやん、ヒー君大阪出没率高いな、うん、関西好きすぎちゃうとなんかね最近大阪に同じ事務所の舞台見学に行くのにハマっている様子です、うんうんうん、岩本くん前はなんかテニプリの舞台も見に行ってたよ ね、うんうん、ね、まあ、それは東京なんだけどね、うんうん、やっぱりいっぱいね舞台の見に行くんだね、勉強として、ね、あ、そうだね、いろんなとこ行ってるみたいだね、偉い人だ ね、サスケの練習も忙しいだろうに ね、うん、そしてこんな声も上がっています、うんうんうん、同期コンビ尊い、同期岩本ちゃんとキョモは唯一の同期組だもんね、うん、とそうなんだ、ね、うん、同じ時に入所した人たちはどんどん辞めてっちゃってて、ね、今は2人しか残ってないと。なのでスノストのデビューが決まった時は2人で静かに握手をしたっていうエピソードが有名だね。そして、うん、ヒー君ジェシー見に大阪まで来てくれたのに、うん、キョモを見にまた大阪まで来てくれたの、熱い男だ、うん、スノストの絆って本当に素晴らしい。そうだね、うん、スノーマンとストーンズで切磋琢磨、うん、こんな関係は他にないよね、うん、と確かにね、スノストの絆が話題になっていました、うん、まあ、デビュー当時はなんかいたずらにこうライバル的な煽られ方を ね、マスコミがしてたけど、うん、まあ、本人同士は全然そんなことはなくね、そう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 、固い絆で結ばれてる感じがしますよ ね、 ね、 やっぱね、うん、そしてね、いつも通り岩本くんの目撃情報は一切上がっていません、はい、忍者ですね岩本くんはね、摩訶不思議案件と言われています、うん、面白いね、どんな格好してるんだろう ね、 ね、なんかあれなんじゃない、透明になってるだってこんなね、そんなキャパ大きくないからさ、松竹座目立つよね、ね、背も高いし ね、 ね、男が来たら結構目立つよね、うん、目立つよね、不思議です、忍びの岩本くん健在ですね、健在です、ね、うん、はい、それでは次の目撃情報へレッツゴー。お、渋いどこやろうねこれは12月19日火曜日、うん、目黒蓮くんと阿部亮平くんが東京帝国劇場で目撃されました。へえ、めめ阿部、めめ阿部です、うわ好きやわこの子うん、ちょみん、ABCZ の主演舞台、うん、ABC ザ・スター劇場2023の昼公演を見学していました。あのさっき深澤くんたちが見に行ってたのと同じ、別の日だね、やっぱ河合くんと関係が深い人が多いのかな、ね、多分 ABCZ のバックって踊ったりね、うんうんうん、結構スノーマンの特に最初の6人は関係が深いよね、目黒くんもよくバックで踊ってたみたい、うんうんうん、ABCD の河合くんが阿部くんに手を振っていたそうです、うん、目黒くんは真剣な眼差しで見ていたそうです、うん、この2人はね、うん、この間もサシでご飯に行ってたことが話題になってたよね、そうだよね、なんか関係が深まってるというか、ね、目黒くんがね、あの食事会の幹事を阿部ちゃんにお願いしたりと、うん、ね、ね、ですです、うん、そして、うん、この日
現地帝国劇場で2人を目撃した人のレポートを紹介します。おー、ラッキーだね。ね、うん、帝劇の ABC The Now、 目黒蓮が見学来てる、ガン見した阿部ちゃんもいた、ABCG の河合くんが見学席のガラスの目の前行って絡んでたと、またガラスということで、ここですね、結局ここですね、ピョンと深澤くんたちがいたのと同じ、このガラスのとこに2人もいたみたいです。天井人がいる場所なんや ね、 ね、売れたね。しっかりなんか鍵みたいなのありますもん ね、 ね、そして目黒くんが見学できてて集中できなさすぎる、できなさすぎる、確かにできなさすぎるよね。幕愛です、今日見学にめめあべが来てるとみんなも気づいてる。めめあべはたまにひそひそしたり、客席やエビさんたちに手を振ってた。私は後列だったから双眼鏡なしで二人がよく見えた、手を振ったらもう大変な騒ぎになっちゃうよ ね、 ね、 ね、めめとあべちゃんのオーラに釘付けでそっちばかり見ちゃった。ガラス越しにオーラがダダ漏れかい、ダダ漏れだった。さすがめめあべやな。あべちゃんは途中からマスク取って小顔で爆イケ、目立とうとしてないですか、ね、もうバレバレだからいいやってマスクを取っちゃったと。なるほどね。あべちゃんの小顔オーラは半端なく、ファンサタイムではエビさんと一緒に指ハートしたり軽く踊ったり、メメよりもノリノリだった。あべちゃんが軽く踊ってた、すごい ね、 ね、もうバレてるからいいやと思ってね、はっちゃけていたようですね。双眼鏡を使わない距離だったので、2人のひそひそ話してる様子とかずっと見入っちゃった。会場で一番目黒蓮がかっこよかった。それを言ったらあかんやろ、みんな思っとるけど。エビどうなんねん。一番目黒蓮がかっこよかったと言っています。それは言ったらあかんのですよ。怒られるよ。てか、そうだよ、今日本で一番かっこいいのが目黒くん。そうだよそうだよ、しょうがないよね。世界でかもしれんけどね。てかね、何をこう2人でひそひそ話してるんだろうね。確かに確かに。次飯どこ行くことかな。かな、それかあの演出面白いねとか。そんなこと話してないんじゃない。そんな真面目じゃない。もうだって何万回と舞台は見てるでしょうからね。確かにそうか。次なんかお腹減ったけどさ、確かに確かに、元焼肉行くみたいな。確かにそうかも。確かも ね、 ね、うん。そしてメイクイットホット終わった後、阿部ちゃんが手を上に伸ばして振ってた、目黒くんは真剣な眼差しでずっと見てる感じ、ね、なんかメメはねキリッと真剣に見てるっていう感じがするね。ね、目黒くんっぽいよね。うん、そうだね。何を注視して見てるの、目黒くんとかってね。そうね、意外なところを見てそうだよね、ね、なんかね。そして最後には、ABCD の塚田くんが地声でバイ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 ってめっちゃ客に手を振ってて、急に小声で見学に来てたメメに向けて、目黒蓮バイバイって絶対本人に届かない声量で言ってた。わら。阿部ちゃんにはないかな、バイバイかな。確かに。でも塚ちゃんも元気になってよかったね。サスケもね、復活したしね。よかったよかったね。やっぱ河合くんが辞めるとかさ、あの J 騒動で事務所の騒動とかでさ、塚ちゃんもね気苦労が絶えなかったんだろうね。そうだ ね、 ね、よかったよかった、元気になったみたいで ね、 ね、そして帰り見学のメメと阿部ちゃんを見かけました。メメでかい、結構帰りに見かけるパターン多いね。これさ、ね、別にたまたま見かけたわけじゃないよね、絶対。ずっと見てたんだろうね。どうにかこう、粘って粘ってこう、ね、トイレ行ったりなんか、ね、なんか物落としてもう一回席戻ってみたりとかって、いろいろな策を講じた結果見かけたんだろうね。目黒くんはでかいと。で実際に ABCD の塚田くんもブログでこの日のことを報告しています。塚ちゃんやね、目黒くんと阿部ちゃんが来てくれた、差し入れも持ってきてくれたと。阿部ちゃんがファイブスターの装置、改めてすごいですって言ってくれたと報告していました。なんかね、ファイブスターの装置ってなんか観覧車みたいなね、人間が5人乗れる装置があるらしいです。じゃあ次からは河合くんが抜けちゃうから4スターになるわけかな。だね、ね、最後の5スターをね、みんなで後輩が見に来てくれたっていう、いい話です ね、 ね、そしてこの目撃情報を見たスノタンは、はいはい、メメアベで予定合わせて待ち合わせして見に行ったってことって、
そうでしょうね。めめはスノーマン主演以外の見学自体珍しいのに、うん、そうなんだ、うん、へえ。あんまり見学に行かない方の人だよね。他グループのとかは行かないんだね。そう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 、全くではないけどね、まあ、少ないね、まあ騒ぎになりますからね、しね、忙しいしね、うん。最近めめあべ一緒にいること多くない、なんかあったね、これジャニ君もそう思った。ねやたら多いよね。ねめめ外食ほぼしないのに阿部ちゃんとはするし、うん、気が合うのかなって、うん、めめ阿部、うん、仕事前にうどん食べたりサシで焼肉行ってたよねと最近多いよね、うんうん、ねいろいろ、まあなんて言うんだろう、事務所、個人事務所を設立したりしてね、いろいろなんかめめが阿部ちゃんに相談してたりするのもあるんじゃないでしょうか ね、ありそうだね、うん、阿部ちゃんがね頭いいからね、そうだね、頼りになるってことでしょう ね、うん、見学の後はお二人でどこへ行かれたのですか、うん、とみんな気になりまくって、ね、アベベセレクトのお店で二人で感想を語りつつ、うん、ぽやぽや食事したんだろうか、ね、と妄想は広がるばかり、ね、見えてくるよ ね、 見えてくるね、その、ね、風景がね、うん、どんな話するんだろう ね二人はね、うん、そしてこんな予想している人も、うん、スノは来期、うん、ドラマ出たり忙しそうな人が多いから、うん、次のライブの演出は阿部さんがメインでメメも噛んだりするのかな、うん、と深読みしてしまうと、うん、なるほど ねいつもはね、うん、深澤くんと阿部ちゃんの二人が、うん、ライブの演出などを担当してたんだけど、うんうんうん、そういうことか、深澤くんが2期連続でドラマもやるし、なるほどね、忙しいしね、うん、だからこういう舞台見てちょっと、うん、イマジネーション勉強がてらそうそうそうメメも来てるんじゃないかとかと想像しているスノタンさんがいましたね。メメアベラジオ早く来てほしい、うん、聞きたい話がいっぱいと、うんうんうん、確かにそうだね、うん、スノーマンのスノマンまで目黒くんと阿部ちゃんの番が来たら、うん、この日の話も聞けるかもしれないね。そうだね、楽しみだ ね、うん、ね。そして目黒くんの目撃情報、うん、もう一つあります。はい、それでは次の目撃情報へレッツゴー。こちら10月9日月曜日、目黒蓮くん、ラウールくん、佐久間大介くん、宮舘亮太くんが某所駐車場で目撃されました。某所駐車場レンタカーに乗って YouTube の撮影をしているところに、うん、キスマイファンの男性が遭遇。キスマイファンの男性メンバーと少し話をしたそうです。その男性が詳しくレポートしてくれているので紹介します。珍しい遭遇です ね、 ね、うん、10月9日夕方、自宅の目の前で、うん、スノーマンのラウール、佐久間、メメ、うん、宮舘と遭遇しました、うん、これあれだね、ちょうど12月20日頃にアップされている、うんうん、YouTube で4人が袋カフェとか行ってたでしょ、うん、それの時に駐車場に止めたところで会ったと、うん、超ラッキーだ ね、 へー。続けますね、男性のレポートです。しかも、うん、ラウールと佐久間と結構お話ししたの、うん、家の目の前に市営駐車場があるのだが、うん、駐車場の入り口付近を歩いてたら、うん、1台の車が入ってきました。たまたまその運転席を見たらピンク髪の骨格佐久間そっくりの人が乗ってたのが見えて目立つ、って思ったけど、うん、まさかこんなところにいないだろうって思ってスルーした、うんうんうん、ナンバープレート見たら東京のレンタカーだったから、うん、まさかなそれスノのロケかな、うんうんうん、なわけないかなんて思いながら、やっぱり気になって車を見たら、うん、やっぱり運転席が佐久間にしか見えなくて、てかこの方本当にキスマイのファンなんですかねめっちゃ詳しいよね。スノタンにしか見えないですけどね、今までの情報を見ると、ね、まあ、詳しいんだろうね、全体にね。そしたら車からメメが降りてきて、うん、ってなって固まってたら、その次にはラウールが降りてきてってなって、その次には伊達様と佐久間も降りてきてってなったと周りに人も全然いなくて、めちゃくちゃファンですって言ったら、ラウールがありがとうございますって言ってくれた。そこから佐久間とラウールと少しお話ししたと、うん、へー、お話の内容はここでは言えないんだけど、うんうん、夢みたいな経験をしましたと。内容が気になるね。まあなんかこれからどこ行くんですか的な、あーそうかそうか、内容だったんじゃない。あーそうかそうかそうか、ロケの内容ねあんまり言えないからね。なるほどね、うん、そして4人に会って感じたことは、うん、佐久間顔小さすぎ、うん、笑顔優しすぎかっこいい、うん、伊達様は貴族すぎクソかっけえ、うん、
メメは神々しい、うん、マジやべえ、うん、でかい目と口エロすぎ、うん、どういうこと、うん、ラウール人間じゃねえ、あれやばい、彫刻だよあれは、という感想でした。目黒くんの口はエロいらしいです、うん、結構ね、まあ結構長時間のドライブというか、うんうん、その後でね、こうやってみんな対応してくれるもんなんだね。確かにね、優しい人たちだね本当に ね、 ね、特に男性だったからちょっと嬉しかったのかもね、男性にまでファン層が広がったかって。うん、特にラウール君とこういうね遭遇して話すっていうのって珍しいかも、ほぼないじゃない今まで。確かにそうだ ね、 ね、レアだね。彫刻みたいだったって想像つくね。確かに彫刻だ ね、 ね、ミケランジェロみたいな、ダビデ像動くダビデ像みたいなんだもん、ね、そうだね。はあ、見てみたいな、ね、いいよねこの4人と会えたら。もう確かに確かに4人と一気に、ね、倒れちゃうな、そう、ね、ジャニ君だったら。本当だね、ラッキー、全ての人生の運を使い果たした的な ね、 ね、感まであるよ ね、 ね、しかも自分の家の目の前だったらしいからびっくりしちゃう。しかもちゃんと市営の駐車場に止めるっていう交換しかないよね。確かに。ってことはさ、本当にスタッフさんとかがいないってことだよね。あ、スタッフさんがいたらさ、なんか変な人来たらさ、うんうん、あちょっとちょっとみたいな。確かに確かに、やるんじゃない。そうだね、それがちょっと聞き違いだったのかな。確かにさ、本当に手でさ、うん、自撮り棒みたいなの持って歩いてたりするよね、うん、本当にそれだけなのか、うんね、なんかスタッフさんがいたらまたそこもね言ってそうだもん ね、 そうだよね、会ってた人がいたらね。そうだね。うん、しかしこの4人がいたらさ、うん、何でもできそうだよね。どういうこと。なんか原始時代でも生き抜きそうだしそういうことね。なんかもう大地震とか大震災が起きてもこの4人がいればさそう、ね、生き抜いてける気がするよね。確かに。そういうたくましさも感じる、感じる ね、 ねメンバーだよ ね、 ね、不思議だよ ね、 ね、はい、それでは次の目撃情報へレッツゴー。お、11月頃岩本くんがプライベートでダブルダッチの大会を見に行ったそうです、プライベートですよ。なんで、ね、ダブルダッチといえば、ああそれそのやね、そうそう、それそのでやってたよね。なるほどなるほど、はい、うん、で岩本くんがブログで報告していました。うんうんうん、先日ダブルダッチの大会を見に行ってきました。それすので僕たちに教えてくださっていたレッグスタイルのゲストショー、マジで胸熱すぎた。もうメンバーみたいなもんってレッグスタイルが言ってくれたの嬉しかったと。まあ、どういうことかというと、それすので自分たちに教えてくれてた師匠たち、レッグスタイルの人たちのが出るから見に行ってたと。ヒー君はサスケの日置さんといい、このレグスタイルの方たちといい、なんかこう一般の人たち、そうそうそう、反芸能人みたいなね、そういう人が結構好きなのかな、ね、多いよねつながりが。でね、スノタンの人たちも、うん、そのこれに行ったことについて感動してて、うんうん、番組内だけで終わらずに人とのつながり大切にしているところが大好き、義理と人情の男、うん、これぞ岩本光。ねえ、素敵な人やな、ね、しれっとダブルダッチの大会見に行ってる岩本さん大好きだ、各方面へのリスペクトが絶えることなくて素敵、ね、という声が上がっています、ね、なんかこういうなんか先輩とかさ、うん、業界のね大御所さんのを見に行くならわかるけど、そう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 、ね、やっぱ下心とかもあるじゃん、普通仕事につながるから、ね、この大物だし、うん、行こうかとかはわかるんだけど、そうせざるを得なくなってくるよね、時間もなくなってくるしさ、そうそうそう、ね、そんな中ダブルダッチのレグスタイルの大会を見に行くと、またあれかな、ダブルダッチやるのかな、それそのとかどうなんだろう ね、 ね、でちょっと思ったんだけどさ、はあ、昔うちのチャンネルで取り上げたんだけど、このダブルダッチの大会にスノーマンが出たじゃん、出た出た、その後そのまま打ち上げに行ってる、うん、打ち上げに行ったっていうのをさ取り上げたじゃん、お好み焼き、そう確かお好み焼き屋、そう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 、でその時も多分レグスタイル一緒に行ったのかなと思って、分かんないけど、だから仲良くなったのかなって、ね、確か目黒くんだけ行けなかったみたいな、ね、そう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 、とちょっと思った。だってさ、サスケの日置さんとももう9年ぐらいの付き合いとかって言ってたよ ね、 ね、私面白いね、うん、ソレスノに出たさ、あの、うん、キノコの名人の竹本さんとも仲良くなってるんでしょ、そうすごいよ ね、 ね、あんまりあれなのかな、逆に業界業界した人とは
あんまり付き合いがあれなのかな、あんまり好みじゃないというか、かもね、合わないとかね、あるかもしれないね。そういうところがいいよ ね、この業界に染まらない感じ。そう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 、ね、とっても素敵だと思います。素敵ですね、うんうん。まあ、多分今回も、うん、スノーマンのリーダーとしてレグスタイルへのお礼を兼ねていったのかなとも思いました。リーダーって大変だよ ね、 ね、全メンバーが来てもさ、山本くんだけ来ないとさなんでリーダーが来ないんだっていう、そうだね、そうだね、話にもなっちゃうんだろう ね、 ね、一人ね、岩本くんが行けばリーダー来てくれたよみたいなことになるからね、うんうん、メンバーとしてはありがたいよ ね、 ね、人からしたらすごい自慢だよね、うん、スノーマンが自分たち見に来たよ、自慢だよ、もうすごいことだよ。だってもう100万人以上のスノタンがレグスタイルもうリスペクトで、あ、そうだよ ね、 ね、そうだね、ね、レグスタイルさんと仲良くしとけば、うん、スノーのメンバーにワンちゃん会えるかもしれんと思うもん ね、 ね、 普通にね。だって連絡先はもう交換してる感じでしょ、し、ね、言ってるってことだからね。いいなレグスタイルに入りたいな入ればね。いやなんかヒクなんか応援に来てくれて、うん、なんかいろいろ話してみたいな言えるんでしょ言えるね。よしダブルダッチやるかこの人たちすごいんだからね、スノーですらできないんだからねかもう縄に絡まってもうそのまま川に落ちてまうぜはい、ということでいっぱいありましたね、目撃ね。そうだね、12個あったね、うん、もう一回振り返ってみましょうか。はい、最初はショイン、どこじゃこりゃ、恵比寿のラーメン屋の高い1杯4000円、そう4850円、そう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 、だってさんまだってさんますごい ね、 ね、どういう意図で行かれたんだろうね美味しいってことなんじゃない、だってさんまって言ったら美味しくなかったら行かないでしょ、なんかのネタで行かれたんじゃないですかねね、黄金のワンスプーンのネタでもないでしょうしね。いや、やっぱりね、一般人では計り知れない、ね、うん、行動原理ですね。ね、伊達様。次はなんじゃこれ。茨城県で渡辺くんがドラマの撮影してました。そうだ、手を振ってくれるってやつね。あ、そう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 。もう好感度しかないね、そのはね。ね、いつも。ジェントルマンだね。そして岩本くんが西麻布の焼肉屋東海亭にプライベートで出没。なんだっけ、重岡くんとと中島健人くん、中重ひいか、ケンシゲヒー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 、誰がつけたんですかねそんなあだ名を。多分本人たちじゃないかな。ケンシゲヒーみたいな感じよね、うん、面白いね、ネーミングセンスもあるやね。そして佐久間くんがラブライブの、ね、うん、ラブライブの中コンサートかな、うんうんうん、に行っていました。そうやね、うん、本当のオタクなんです ね、 ね、佐久間 ね、 ね、グッズを買っていたと。うん、次ショインと定劇、岩本くん、深澤くん、はい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 、宮舘くんが ABCD の舞台を見学、うんうんうん、深澤くんが踊ってたってめちゃめちゃ目立ってたってやつだね、うん、まあおそらく出てないけどエビの舞台はメンバー全員が行ったんでしょうね。そうだろうね、行ってたら絶対目撃情報出るから、ガラス席にいたらって感じか、うん、今んとこ5人だね。うん、多い次ですね。で向井くんが六本木欅坂で自撮り写真を撮っていました。うん、すごいね、こういうなんか分かりやすい場所で自撮りするってすごいよね、うん、なんかさ欅坂ってさ、うん、芸能人がいるの当たり前すぎて、なんか欅坂だけはみんなモザイクとかかけずにも当たり前に、うん、OK 的な、そうブログに載せてるイメージがめっちゃある面白いね、うん、へ、確かね同じ頃になにわ男子の確か大西流星くんもこの辺でイルミネーション撮って載せてたらしいよ。うん、唯一 OK なんかそう、そんなイメージがある。へー、次はなんじゃったっけね、これは。渡辺くんが恵比寿の焼肉屋金丹に出没、プライベートでね。やっぱ焼肉多いね、多いね、多いね、やっぱダンスとか体動かすから焼肉好きなんだろうね、ね、へー、金丹やね、金丹。次は宮舘くんが、お、だってさ、三代目 JSOUL ブラザーズのライブを見に行っていました。うんうんうん、この日はね、いっぱい芸能人が来てたっていう。そう、川口春奈さんとか、うん、ハリセンボンの春奈さん、うんうん、山田涼介くん、木村拓哉さん、うん、あとなんかなんだっけ、YouTuber のさ、うん、ああ、はい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 、なんだっけ、
なんだっけね、ヤマトくん、ヤマトくん、ヤマトくん、なんだっけ、なんだっけ、コムドット、そう、コムドット、ヤマトくんとかもね、遅いね、年取るとコムドット、コムドットもういたみたいだよ ね結構芸能人がね、いっぱい行ってたみたいです。てか芸能人ってどうやってこう集まるんだろうね。ね、なんかやたら芸能人同士って遭遇するっていうじゃん。そうな、どういう誰かがどういうことなんだろうね。ね、ね、不思議だね。ね、次赤い。で岩本くんが、おお、いいくんや。京本大我くんのミュージカルを見に大阪へ行っていました、うん、ね、スノストの絆が話題になりましたね。やっぱりこういうのってさ、いっぱい現場を見るっていうことが経験値となってさ、うんうん、振り付けとかさ、ライブのね、その舞台装置の発想とかにどんどん生かされてくるんだろうね。ね、うーん、次目黒くんと阿部くんが ABCD の舞台を見学しに行っていました。ね、めめ阿部、めめ阿部だよね、が仲いい最近というのが話題になりました ね。なんか最強の2人って感じがするよね。あ、確かに、うん、分かる分かる、ね、この2人いればもうあ、分かる、安心、大抵のことは解決できるんじゃないかって頼もしく思えてしまうような、ね、この2人がタッグを組んでいれば、ね、スノーマン安泰って感じが、ねね、世界征服もできそうな、分かる分かる、阿部ちゃんが作戦考えてさ、うん、メメが実行していくみたいな、分かる、トリリオンゲーム的な、ね、ガクとハル的な感じするね。あ、するね、ね、するする。次シュイン、そして目黒くん、ラウルくん、佐久間くん、宮舘くんが YouTube の撮影をしているところに一般人の男性が遭遇、ね、これ今年一番じゃない、この目撃情報、4人いるから一番羨ましい目撃情報じゃない、うん、ね、スタッフもいないとこで ね、話までできてさ、確かに確かに、ね、すごいよ ね、車から一人ずつ出てくるため、おー、ラウルだ、おー、佐久間だ、おー、舘さん、おー、ラウルねーみたいな、ね、あと9人出てきたらもう倒れちゃった、倒れちゃうね、うわーみたいな、これは羨ましいね、確かに、やばい、しかもお話もできたって ね、こっそり近づいてったんだろうね、みたいな、あ、ブラックや、ブラックやみたいな、ねね、やっぱり見かけたらこう勇気を持って近づいていくっていうのも大事かもしれない ね、もちろんね、そっとしてほしいときはダメだけどね、うん、こういうときはいいのかもしれない ね、いいなあ、こんな感じなんだったんだろうね。なんかね、こう目撃したときはさ、うん、匂いとかも言ってほしいよ、なんかこういう匂いでした、ラオ君はちょっとなんかスパイシーでみたいな、そういうツイートめっちゃバズってるよね、匂いに関して言ってるツイート、なんか共有してほしい、そこをね、この顔小さすぎとかはまあわかるからさ、確かに、そう、こんなね、匂いしましたとかさ、こんな服着てましたとかね、うん、うんうん、ありがとうございます、羨ましいだけです、すいません、悲願でますね。はい、次、そして岩本光くんが、うん、ダブルダッチの大会を見に行っていました、うん、エグスタイルさんの見に行ってたね、えらい、でも忍びのね、岩本も、うん、こういう時は目撃されるんだね。あ、うん、これはね、目撃されてない、うん、あ、岩本くんが自分のブログで言って初めて分かったと。どう忍んでるんだろう ね、岩本くんってね、なんかニット帽とグラサンとマスクとかかな、うん、分かんないけど、なんか若干さ、こう体育会系というかさ、うん、スポーツ選手みたいな雰囲気もあるからさ、うんうん、なんか芸能人だと思わないのかもね、かもね、こんなに体キレッキレの人はなんかスポーツ選手かなみたいな、ダブルダッチの選手かなみたいに、確かに思うのかもね、溶け込んでそうだね、うん、はい、以上ですかね、以上です、はい、以上で今回の動画は終わりです。参考になったという方はグッドボタンお願いします、ぜひチャンネル登録もお願いしま す。動画を投稿したらツイッターでもお知らせしています。ツイッターでジャニージャニーと検索するとうちのツイッターアカウントが出てくるはずです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではありがとうございました。ジャニー、ラブだよー。